せーの、めんどくさいレジェンド。いやー、せつなけいづきです。またこのネタやってしまった。やろうぜ。さて、ようやく城の外に出れるんだ、これ。長かった。城の外出るまでどんだけ時間がかかったかな。多分1時間以上。いや、パート3が1時間収録したけん、それだけ、それ以上かかったわな。まあいや、行こう。よし、ようやく出発できるぞ。もうこの言葉にさ、どれだけの気持ちがこもっとうかな。もう、ようやく、どころじゃないけんな。ヘトヘトになっとってもおかしいない。王子。何声だったっけ。王子、思い残したことはございませんか。ないね。おはよう、あ、間に合うな。ございませんかやけん、はい、選ばなあかんのか。ああ、大丈夫か。行こう。意気揚々と出てきました。めんどくさいことにね、僕はこういうところをちゃんと調べるタイプですからね。なんかありそうだよ、これ。ああ敵出てきおったわ。アイテムちゃうんかな。逃げれんのかい。フレンダー HP 半分やし。回復しとくんだった。今から帰って回復できんのかな。絶望を放ってきたし。絶望的すぎだろ、これ。絶望点はわかるわ。絶望的すぎるんじゃ、これ。なんでこんな強いんがさ、壺の中入ってさ、城の横におるんやねん。あんな放置しておくなよ。いや、もしかして捕まえとったんやけど、おいらが逃がしてしまった感じだからな、知らんけど。なんか他の壺にもありそうな気がするな、あんな壺が。あ、どいてくれとる。やった。やったぜ。多分ここにおった犬かな。犬だったかな。犬は多分プロゴルファー目指してゴルフのあの学校に通うよる。学校っつうかなんだろう、クラブみたいなに入ったと思うわ、うん、こっちも調べてみよう。あ、なんかおるわ。やった。これ絶対実況者さんの中ではこの人見逃した人おるだろう。よっしゃ、ラッタね。今日も寒いね。なんで、なんで。寒いよ。確かに寒いよ。寒い時期になってきたよ。でもなんで、なんでや。なんでスタート画面戻すんや。なんなあのお前、俺らの恨みが。わっ、トラップだ。城の前に堂々とトラップ仕掛けられとるやん。ここの、ま、守りの兵隊何しょん。めっちゃ飛ばされてるやん。そしてなんか倒れてる。あ、女の子だ。わっふーい。わっふー、女の子だ。わっふー、写真撮るぞ。ふー、私はサンタクロース。サンタクロース。あー、なんだこれ。なんか知らんけど、めっちゃゆっくりだん押していきよる。担げよ、担いであげろよ、せめて。扱い悪いわ、この女の子。サンタクロース、サンタクロー子って呼んだろ。サンタクロー子、サンタクロー子の扱い悪いぞお前。担いであげろよ。ゆっくりすぎる。めっちゃゆっくりすぎるやん。この子どんだけ重いんや。二人おるんやけど、せーので持ち上げればさ、もっと早くいけるんちゃうんか。なあ、ラベンダーだったっけ。お供についた女兵士。ラベンダーって名前だったっけ。あのさ、ラベンダーさん後ろで見よってさ、これ、この光景見よって、王子何してるんですかみたいな感じで言わんのかな。あ、ようやくどいてくれた。水の中入っとけ。多分このまま押せんのが。なんだ、だね。てか、こいつ何だったんや。何だったんや、こいつ。サンタクロースって設定いる？プレゼントくれよ、プレゼント。あ、もしかして、あちょっと待ってよ、こら。ちょっと待ってよ、こら。それちょっといただけまへんな。あ、そうだ。セーブしたんやけん、こうすればいいんや。あ、頭いいな、俺。なんなんこれ。真ん中通ったけん。あ、一休さんみたいに真ん中通ったけんあかんのじゃ。一休さんとは違ってさ、荒くれ者で走通ればいいんだ。あるんかーい。そしてここに、サンタクロース。何かあるな。何かしなあかんな、これ。こいつに調べかけたら、もうダメなんだったら、ここだと見た。あ、何もない。一個目にケルベロス出てきたのに何も。ここには出てくる。あ、こいつも強そう。壺自身が敵かよ。つまりさ、こういうモンスターをさ、城の隣に放置しとったんやな。何やってんの、防衛もや。ダマグズいよ、何やってんのや。しかもこいつ強そうや。さっきみたいな感じで。あ、そうでもなかった。こいつはなんとか倒せそうな気もするわ。
あ、でも強い、フレンド死んだ。ダメだこれ。あー強かったいけそうって思った自分がバカみたいです。あと F12 を押してこう戻る。そしてこれめんどくさくなったらこのパターンで OK。 こっちから調べていこうか。逆に何かあるんちゃうかな。確かここだったような気がするよな。一応調べておきます。そして壺だったので F12 で戻りますずる賢いでしょ。 F12 使うんですよF12 なんか実況者だったらね、カットで、ね、どうにかするところなんやけどね、バリバリ見せますよ。 F12 押したところをね。このおばあさんは信用できんわ最近のおばあさんは信用できんかな。あ、どうやるんこれ。え、なんかあるんかな。え、映ってないでこれ。映ってなかったらこの橋、あートラップあるんやん。どうしようって言うなら、どうしようって言うんじゃボケどうすればいいこれ。人妻系なのかいよくよく考えてみたらあれじゃね、これうまくトラップ避けな通れん仕組みだっただけじゃね。よくなら今回かなもういろいろさら調べてみたわ。もう調べ回ってしまったわ。これ俺の頭カタカタだけじゃわやっちまった。これはやっちまったよもうそういうことか。何か必要なんかと思って探し回ったわ王子、城下町も初めてですか。幼い頃に一度だけ執事と一緒に来たらしいけどもう覚えてないや。記憶抹消されとんちゃう執事に基本はお城の窓から眺めるだけかな。では王子、せっかくの外出です。おいで買い物などもしてみますか。ああ、うん、してみたいな。ただし声がちょっと安定せんなフレンダーさんの。ただし持ち帰らなくてはならない娯楽物、例えばですが、いかがわしい本なのは王様に怒られてしまいますから買わないようにしましょう。その怒る立場の王様が勝ったんですけどどうしましょうか。うん、うん、もちろん王様のそれを捨てに行くんだけどね。城下町の美味しい食べ物であれば私にも少しは知識ありますので信頼できるものを判断しご紹介いたします。ありがとう。ありがたいね。あ、こんな感じなんだ。今冬なんやね。寒いねっておばあさんが言ってもわかるけどさ、それでスタート画面に戻させるのはおかしいと思うんだよね。ん、岸団長様、ご無沙汰です。ああ久しぶりだな。遠征より帰ってきたから城下町に挨拶はしていなかったか。すでにお帰りになっているとの話は耳にしておりましたが、直接お話しできるとも思いもしませんでした。今日は騎士団をお連れでないようですが、そちらの方は。ああ、俺は。お気になさらずに。今は多めにより動いているため、できればしばらくこの少年の話は町のみんなには秘密に頼む。ああ、そういうパターンか。承知いたしました。どうして説明しなかったの。王子が少ない声で外を歩いていると情報が広まれば反政府団体に襲えるかもしれません。そうやな、それはナイスやな。ここは王子であることを隠し静かに城下町を楽しみましょう。なるほど、わかったよ。このおっさんに着替えてないことを祈っとこう。聞いた、聞いたのは後ろから首絞めるよ。よし、念入りはしておいた。あの少年何してんのこのところで。ありがっこしようよ。嫌だね。後でね、やってあげるけど後でね。アイテムショップやん。なんか買えるな絶対これ。フレンダー、ここは？ここは、ここ、どんな声やったっけ？フレンダーの声本当は安定せんないけど。ここは道具屋でございます。美味しい洋菓子もありますよ。洋菓子か。ケーキとかお城でいつも食べてるからな。おすすめはレーズンとレバン、チョコレートマフィンです。それは食べたことないな。っていうか食べ物なのそれ。箱入り娘になるの箱入り息子やけんな。わからんのもしょうがないんか。騙されたと思って一つ食べてみませんか。レバーって肝臓だよね。なんかもそもそしてて僕嫌いなんだよな。私もレバーは苦手でして、加えて日々干し物の好みではなく最初は抵抗があったのですが今では虜です。虜って言い方するんだ女の子が虜って言うたらちょっとよろしく聞こえるのは俺だけかな。どうしようかな。どうしてそうなっちゃったんだとりあえず、お客さんですか。
すみません、コンタクトをなくしてしまいまして、今何も見えないのです。あ、そうなん。店長、目が悪かったのですか。その声はレーズンとレバーのチョコレートも品団長。あだ名、変なあだ名つけられてるよレーズンとレバーのチョコレートも品団長。どんだけ買いに来たんやこの人は。照れます。照れるとこじゃないな。照れるの。どうか団長さん、私のコンタクトを探してくださいませんか。なくしたと言ってもここら辺でしょ。もちろんお手伝いしますよ。ありがとうございます。この店のどこかにも合うと思うのですが。あー、めんどくさ。これは、さ、ジーか。幻です。なんでそんなもの。ブラトルーンはいわゆる、なんていうの、廊下の魔法、魔物のうちは現代より体にいい薬として売り買いされています。へえ、フレンドも飲んだことあるの。私はまだ、騎士団長でなかった頃の衛生人なのか、パーマでしたルーナッチを団長に乗せていただきました。すごいもん、食しとんな、お前は。で、味は、なんと言いますか、実際には温かくないのに体が熱くなるというか、全身に切れるという感じで、味に深い印象ないのです。危ない薬いっちゃうん、それ。ただ、夜に近い感覚を味わったという意味で、お酒の味は知りませんが、私のイメージしているお酒というものに近い味だったと。ほう。なんか、今回のパートね、ツッコミどころがだんだんなくなってきてるんだけど、やばいな。俺このゲームツッコミどころが多いけど、面白いと思ったのにツッコミどころがないやよ。俺ツッコミどころとかないかったら俺トークとかつなげるタイプなんやけど、どうしたもんか。どうやるんだろう、こんなこと。こんなことやって床に落ちと、こんなとこまで落としたとしても、こんなとこまで落ちてないと思うやろな。あれ、お買い物でございます。日頃お世話になっている方にこういったお菓子入りの、お菓子入りの贈り物を送り合う習慣が、民の間にあるのです。なるほど、でも高いね。はい、民の言葉ではありますが、ボッテルってやつです。ボットンかい、ぼったくりなん。そんだけ高いんだ。このおっさんに叱りつけてやろう。ボッテル、新しい言葉を覚えたよ。ボットンやな。綺麗な布だけど、布なんて買ってどうするの。覚えられている服だって、こういった布を使って作ってるのですよ。ああ、そうか。僕って今まで自分で何か作るとか経験ないから、そこまで経験ないんから。では今度、沈んでたのに編み物の習い事を提案しておきましょう。え、いいよいいよ。それ多分、騎士団長の仕事じゃないよ。習い事増えると面倒だし、何とか逃げようだってね。そうですか、承知しております。パンダ、俺、ご飯頼んだよね。なんと、私も同じでございます。え、多分これあれじゃん。俺、あれ、適当に連打しとった時にご飯が入らんだな、多分。だけどここがこうなったんじゃ。お、気が合うね。ふふふ、こう言って、のおりと好きなものなどゆっくりと語り合う日が来るとは夢にも思っていませんでした。大げさだな。時間がある時は、僕の部屋に来れば話せるじゃない。少し難しいのです。忙しくない時にも難しいの。なんで。それは騎士同心にしか分からないものでございます。騎士同心が。じゃあ俺も剣の鍛錬をすれば分かるかな。セールズで買わないと分かりません。え、なんでもありません。リア充おつなんか俺突っ込むがめんどくさになってきました。フルーツだ、美味しそうだな。この辺どうでもようになってきた。もうなんかちょっといちいち喋るんがめんどくさになってきたな。酒の置物さようでございます。ご興味がおありですか。かわり心地がいいなと。しかしこういったものを目立ちますから、乗り口の王様にバレてしまう可能性も。そっか、諦めるよ。なんか普通な会話ばっか。ツッコミどころがない、ツッコミどころがないやん。さあ、ちくしょう。てかないやないか、お前ない。え、あ、こういうところ調べてないな。ないやないか。もう一回壁に張り付いてるとかいう奇妙なパターンあるんか。コンタクトレンズつけてことはいけん、わからんけど、コンタクトレンズつけた人にとってはあれあるなんか、この壁にくっついてました的なやつないんかな。あった、やっぱ張り付いてる。コンタクトレンズつけたことないけんわからんけど、多分あるあるなんだろうな。コンタクトレンズ壁で見つけるみたいなの。わかったわかった、そういうことだろう。お、コンタクト、これで片方見えました。両方なくしたんかよ。でも片方だけ見れるのって気持ち悪いですね。もう片方はなかったですか。明日から限りでは。うん、もしかしたら外に落としちゃったのかもな。外にまで落としたのは、クソ、めんどくさいパターンやな。どうしてそんなことにつけてたんですよね。それもそうですね。でもコンタクトが一人で歩いて逃げてしまうということも珍しいことではありません。そう、俺コンタクトレンズってさ、つけたことないんやけど、あるあるなんかな。コンタクトが一人で逃げるって。どんなコンタクト使ってたんですか。いや、あるあるなんかもしれんよ。もしかしたらノオーディもさ、世間知らずやけん知らんだけでさ、コンタクトレンズのあるあるなんかもしれんよ。俺つけたことないけんわからんけん、あるあるかもしれんって思ってます。とりあえず外は広いですが、どうか外のコンタクトもお願いします。くそ、めんどくさい。しかも承知するんじゃ普通に。これは次回に回そうか。とりあえず話しかけるだけ話しかけておこう。他の店の人、ここは雪の国ガミシニです。観光名所は何といっても輝く水晶石が幻想的なクリスタルケープですよ。そんなところがあるのか。どうやって行くんだ。ここから北に向かった山、なんて読む、山、まあいや山でいいや。
王国の裏山、山頂にあります。裏山か、行ってみたい気がするけど。ノノノノ王子、クリスタル警部は時折、この声だったっけ。あー、どうしてもすみません。その理由は、博物館の探検家護衛、つまりクリスタル警部には危険な魔物が多く住んでいるのです。名もない冒険者が観光に来た者の護衛を引き受け全滅したという話も少なくありません。危険なよな。まあそれ以上に危険なものをさ、城の隣という危険じゃあったらダメなところで見たけどね。うん、魔物がいるんだ。ただし最奥地にあるローズコーツの結晶湖に恋人と訪れると二人の恋は最高のものになるのか。そりゃ苦難を乗り越えたけんだ。そりゃ最高になるわ。最低の状態でも最高になりそうかもしれないね。王子がもし一生に友達にしたいと思える女性が現れば、いつか行ってみるのもいいかもしれません。恋愛成就か。俺あんまり女に興味ないんだよな。そうなん、ちょっと脈ないなみたいな、ちょっと残念な顔してるね。そういった言葉、あまり周りの女性に言わない方が王子のためにもなるかと。怒ってる。いえ、はあ、余裕があるなら行ってみてもいいんじゃないですかみたいな感じなんかな。話しかける、ああのカカシとか話しかモンスター出てくるの。なんだこれ、カカシ、え先制攻撃食らったよ。俺が先制攻撃的に話しかけようと思ってた。先制攻撃食らったよ。やばい、こいつ強いかもしれん。これまでのパターンからしてモンスターって強いよな、出てくるモンスターって。あ、そうでもなかったこれなら倒せたカカシの分際で俺らに襲いかけてくるな。こっちには騎士団長おるんだバカ野郎。あのカカシ気になるのに、その前に戦闘入るんだ。一応倒せるって倒せるんだけど、今回のパートあのカカシ調べたら終わりにしよう。二歩ごとや、二歩ごとに出てくるこいつら。まあ倒せるわけじゃない、時間かかるわけじゃない。あ、ゾウがいつに変異かけてる。帰るな、帰るな、好きや、ブレンダー、イリング、ゾウの王子、オッケー。あと3回ぐらいかな、これは OK。あ、これでラストかいカットする必要なかったな、これ。敵多すぎんかー。おいはボケ、こいつ今日はするぞ。やばい、タコナグにされる。でもこいつら倒したら絶対何か手に入りそうだっていう希望ある。戦う、俺も、僕は戦う。お前らカカシの分際に襲ってかかってきやがって。全然カカシに見えるようなカカシだけどな。なんか防除棒人形っていうさ、なんか外国のお土産屋さんで売ってそうなやつやけどな。なんか見た目的に、いや、やばい、これ HP そう。次回今更になるけどさ、どんだけかかしおるんや。この一つの畑にどんだけかかしちゃってたら気が済むんや、これ。あ、絶対勝てな今気づいたわ、無理だな。あー、ゲームオーバーになったんで、もうここで終わりにさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。次回のパートは残り、もしかしたら村人まだおったかもしれんので、調べて、おらんのだったら、まあ、入っていこうかな。他の建物に。はい。仕上げ。ふぅ、やっとが変わった。